はい、皆さんこんばんは、ジンヒロでございます。今日もね、黒い砂漠リマスター版続きの方をやっていきましょう。うん。さて、前回ちょっと待ってね、これぐらいかな、これぐらいか、前回ね、この村のね、村長の娘でエマちゃんが、まあ、悪夢にね、悩まされてると。まあ、結局何かって言ったらね、エレメンと同じですよ。闇の精霊に、まあ、取り憑かれていて。まあ、闇の精霊に話しかけられて、それが、まあ、悪夢だと。いうことらしくって。まだだから、そんな簡単に取れる感じじゃないんだろうね、悪夢が。まあ、でもなんだろう。ちょっと緩和したのかな。とりあえずあれですよ、クロン城っていうね、あそこに見えてる、向こうに見えてるね、城、まあそこでね、さまよっている霊魂たちを沈めることができたという感じでございますね。で、今回ね、まあどこに行くかと、まあ言いますとね、ちょっとマップ見ましょうか。今ね、ベリア村というところにいます。これをね、南下していきますと、で、ここに、ハイデルというね、ちょっとね、大きめの町があります。で、ご覧の通り、ここがあれなのかな、城のところなのかな、城というか、城塞とか、砦というかね、で、ここが下町、城下町か、まあ、こういうちょっと首都、なんだっけな、セレンディアの首都ね、のハイデル、っていうところにね、まあ、今から行って、そこからね、まあ、ストーリーのクエストを、まあ、受けて進んでいこうかなと。いう感じなのでございます。というわけでね、なんか変なとこ押しちゃった。ごめん。ハイデルに。しとこうか。で、こちらにありますね。冒険のパートナー。旧車版ロレンツォと会話すると。まあ、だからね、前回ね、村長から馬をもらったと。で、ここで初めて馬を、まあ、手に入れるという、まあ、チュートリアル的なものがあるはずなんですわ。ただ私それを知らずに、まあ、一個手前でね、馬をね、まあ、手に入れてしまったんで、まあでもとりあえずね、やりましょうか。話さないと話が始まる。ロバや馬を預けたいのですか。よくぞいらしてくださいました。ゴブリンを討伐したベリアの新しい英雄がこの厩舎によく来て、この厩舎を寄ってくれて光栄です。ははは。乗り物は1頭しか利用できませんので注意してください。なるほど、出しておけるのは1頭とかだね。厩舎に預けておけるのは何とか預けられるところだね、きっとね。馬は友達のようなものです。馬の面倒を見てあげます。ありがとう。ハイデルの関所。ハイデルの関所はこの道に従って南の方にまっすぐ行くとたどり着くはずです。馬のお腹が空く前に人参をやるのを忘れずに。はははは。馬は捕獲や直接購入で手に入れることができます。なるほどなるほど。で、馬を登録できる、火なのかな、パイなのかな、所持してますと。これをエンターすると、右クリックして、厩舎に登録。これか。はい。で、これね、預かったってもらった、初心者弱しげ馬。これを右クリック。で、名前をつけてやると、オスだね。オスか。どうしようかな。まあ適当、ちょっと適当に名前つけましょうか。あんまり考えても。こんな名前つけちゃダメかな。レゴラスってあれね、ロード・オブ・ザ・リングのエルフの弓使いのね、
名前何にしようかね。ちょっと待ってね、じゃあ。いや、まあいいか。とりあえずレゴラスでいいか。後で名前変えられるか。うん、で、確認。で、まあ出たと。うん、ただまあ私が今ね、乗っている馬の方が多分性能がいいんだと。アルウェの方が。後ろ足蹴り。あ、スキルみたいのがあんだね。取り出す。いや、まあ、預けとこう。うん、戻るでいいのかな。うん、で、これ、焦点で、人参があるから、人参買おう。あ、で、これね、あの、ご覧の通り、ね、私はね、これ、親密度。うん、ここで、ここじゃなくてね、ハイデルの方でね、ちょっと上げて、うん、なんだ、蔵と、あと、蹄鉄と、アブミを買いましたと。うん、それを今の、アルウェンに今つけてると、うん、いう感じですね。ハイデルには大きい馬の市場があります。だから、まあ、ハイデルに行ったことがないわけじゃないんです。うん、初めて行く感じじゃないんです。なんなら、前の、ちょろっとやってたキャラクターで、ちょっと家をね、ハイデルで買ってたりしますんで。じゃあ、早速行きましょうか。あ、馬の人参買うの忘れちゃった。ちょっと、買ってから行こう。すごい馬車だね。早い早い、足早い。早すぎて制御できてないんじゃない。人参を買ってあげよう。馬のスタミナかなんかがなくなったら、ね、人参は用意しましたか。走らなくなっちゃう、走らなくなっちゃうとかね、回復してくれます。ダッシュしなくなっちゃうんだ。そうなった時に10本ぐらい買っとくかな。うん、こんなもんでいいでしょう。まあ、ダッシュ しなくなって遅くなっちゃうね。まあ、人参やると。馬メーターみたいなやつの、この黄色いゲージね。これがなくなっちゃうと、ダッシュしなくなっちゃうから。よし、じゃあ行きましょうか。もう移動はもうオートで任せて。まずは、ベリアの、あ、ハイデルの関所のカークレード会話する。そうだ、みんな言うのを忘れてたけど、装備をね、もう全財産をはたいて買ってみました。まあ今の私というか、今のね、エレンウェンの、まあ、ランクというかレベルを考えたら、ちょっと強い装備なんだと思う。まあ全体的にはそんな大した装備じゃないんですよ。ちょっと見てみましょうか。もう関所つくな。ついたらな。ごめんねー、ごめんねー、完全に体当たりした。あ、これマップ。これですね。グルニール。グルニールセット。うん、これをね、まあ、頭、胴、手、マシンに装備して4セットすると、すべての攻撃力がプラスに。だから2セット効果、3セット効果、4セット効果の、うん、セット装備が、セット効果が、まあ、上乗せされると。で、他もまあ、ちょっとお金に、認めをつけないっていうのもちょっとあれだけども、なんていうのかな、まあ、予算考えた上で一番高額な、ものを買ってみました。できるだけ攻撃力をちょっと、まあ、DPS でやってくるだろうから、攻撃力がいるのかなと思って攻撃力を、まあ、何の考えもなしに上げてます。命中もこれ上がるしね。これも、攻撃力4と命中が4。
これも攻撃力、命中力、防御力も上がる。これはスカラーネックレスで、ダガーもちょっと新しくしたと。ダガーってあれだね、攻撃力云々よりも回避能力に影響があるんだね。で、弓はちょっと頑張ってみました。ロサルロングボウ、モンスターの追加攻撃力増加、モンスターへの追加攻撃力の増加だね、これね。許可芯1段階以上にするとこの効果が発揮されると。で、その他に全ての攻撃力、全ての命中力が増加しますよと。セット効果だったんだろう。全ての抵抗無視 10%、 拠点戦が開始されるって。まあちょっと俺、拠点戦が何なのかも全然分かってないけど、で、これにちょっとなんだ、魔力推奨みたいのを、そっか、これ出しとかなきゃなんかを、まあ、はめてやる。1個だけね、スロットが2つあるうちの1つに入れてやると、で、ベルト、剣闘士のシュルツのベルト、攻撃力と命中が上がると。その他に最大持久力と、持てるアイテムが 60LT 増えると、まあ、いう感じでね。まあお金、まあね、倉庫に入ってたと思うんですよ、たくさん。あれも全部使ってちょっと装備を買ってみたと。ツルハシとかね、まあなので、まあ、今後ちょっと冒険は少し楽になるかな。最初のね、レッドノーズとの苦闘の末にね、勝ったあんな感じじゃなくて、もうちょっと楽に戦えるだろうと、いう感じです。で、なんだこの人に話しかけんだね。カークレー、止まれ、今から検問を行う。冗談だよ、冗談かい。あ、ベリア村から来ましたか。ははは。イゴール村長は相変わらず元気ですね。俺はカーリー、ハイデル所属だ。カーリーっていうのはあだ名なんだね、きっとね。関所を過ぎたらハイデル共国です。なんて言うんだろう。ゴータンなドワーフ、豪快なドワーフ。冒険者さんの目的地はどこですか。もちろん道の終わりはハイデルです。質問はただのお決まりです。なるほど。ハイデルに行くのは分かってるけど、とりあえず聞いたよってことだね。ハイデルは美しい都市です。悠々と流れるデミガーと、裏寂しい雰囲気の建築物が混じり合った良い旅になると思います。道に迷うかもしれないから僕が一人を紹介します。ジャムカスという甲府です。親切に手伝ってくれると思います。なるほど。バレノス育ちではなさそうだ。冒険者か？そうだね。気づいたら西部キャンプにいた感じ。よし、じゃあ行きましょう。ジャムカス。ちょっと待ってね。これに合わせとくと。よし、じゃあ行こう。え？びっくりした。プレイヤーの馬車は点灯してんのかと思った。なんかこれ道行く人に全員に当たっていくんだけど、なんとかなんないのかなこれ。自分で行くかも。自分で行った方が早いね。かっこいい馬乗ってる人だね今ね。ここかな。ここだここだ。ジャムカス。エリアから来たのか。会えて嬉しいぞ。ありがとう。カークレーの紹介できたんだって。グハハハハ、なら歓迎してあげないと。むやみにハイデルに行くのも悪くないが、俺を手伝ってくれれば苦労せず適応できるように助けてやる。こうやって出会ったのも何かの縁だし、握手でもするか。ドワフだね完全にね。俺は金塊を求めここに定住したのだ。
俺の兄は石を金のように思いといていたよ。古座インプの巣窟。俺の後ろにある下に続く道を進んでいけば、採石中の鉱山があるだろう。昔は莫大な金が溢れるところだったが、今や少量の金しか採石できない。ハイデルの状況が状況だから今、その少量の金も大事な状況だというのに。ちょっとよそ見してたらもうあのインプのやずめ、無断占領されてしまったんだ。なるほど。採石技術が無知なやつだから、鉱山洞窟が崩れてしまいそうだよ。ドワーフの方向にかけて約束する。この仕事を手伝ってくれたらいい人を紹介してあげよう。うちの兄貴曰く、石を見るときは金を見るようにだそうだ。なるほど。お兄さんがいるんだね。お兄さんなのか弟がいるんだね。浮いてるけど大丈夫？大丈夫？あ、降りた。いや、ダメだ、降りてるんだ、これ。この先にいるんだな、インプが。大丈夫か？助けに来た。いるね。まあ、一撃です。ほい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 。あそこにいる。ほい。ほい。当たったね。ほい。ほい。オッケーだ。そしたらここ調べればいいんだな。これ調べればいいんだな。違うの。戻るのがないかい。一回戻るっぽい。この装備の見た目がね、すごく良くて。グルニールね。いいんですよ。この革のね、革で足と手をね、こう、ガードするみたいなね、この、継戦士装備ね。こういうの私大好きなの。これです。うん。ただちゃんと女性らしく、ちょっとね、肩出してみたりとか。下に着るもんがちょっと可愛らしかったりとか、最高最高なんです。話しかける感じじゃない。あれだ。なるほどなるほど。君だったか。ヒヒ、こいつらツルハシを使う様を見ろ。これが武器だと勘違いしているようだな。お前がもう少しだけ強くなればいいんだが、沼地で狩りをするにはまだきついか。沼地をかん…まあちょっと待って、これを終わらそう。バレンスのため。ヒヒ、もうこの小さな村と別れだ。そうだ、バレンスから離れる時が来た。どうだ、この領地を旅しながらちょっとは成長できた。ヒヒ、お前と一緒ならどこでも行ける。ありがとう、なんかくれたね、アイテム。あ、違うのか。これは途中なんだ。採石場補修。上にある洞窟を見ろ。バカインプたちが荒らしてくれちましょうだ。崩れるのもそれなりに面白そうだけど、俺たちはハイデルに行かなければならないだろう。俺たちがちょっと補修してあげよう。心配するな、俺の言う通りに叩けばいい。これはお前が成長した記念にあげるプレゼントだ。キキキキ、俺たちはもっと広いところまで進むべきだ。これで OK だね。もらったみたいだね、バルノスのやつ。もらわないと完了にならないんだ。バルノスの旅の終わりね。ちょっと補修する？この中なのか？ここじゃないね。あ、あそこが採石場だ。
ごめんね。邪魔するよ。なんか頭輝いてない？この子たち。この子たち目輝いてない？ほらほら。あ、なんかあれだね、あの。ランプついたヘルメットみたいな感じで使ってんだな、これね。なるほどなるほど。で、どこだとかな、これか。はいはい。これを。崩れそうな木、木材のバランスを取った。なるほど。OK だね、じゃあ。こっちもか。待ってる待ってる、今助けるんだから、うちらが。これでお前らが潰されることはないだろう。ここにも、ここにもある。もう一箇所あるって言ってるよ。中じゃない、中じゃない。およ、ちょっと待ってね。中か。あるじゃん、あるじゃん。よし、オッケー。で、戻ればいいんだな。はいはいはい。見ると面白いね、こういう獣人たちの生態を見るのも。ちっちゃいやつと大きいやついるよね。よし、終わったぞ。これ歩く忘れてたわ。ちょっと離れすぎた。だいたいいつもさ、突っ込んであのバーンって体当たりして止まるみたいな感じだから。エリアから来たのか。会えて嬉しいぞ。カクレは人を見る目があるな。鉱山インプの問題を一気に解決するとは。こうやって出会ったのも何かの縁だし、握手でもするか。しようか。ジャムカスの紹介。君。ハイデル領域と言ったな。約束通り人を紹介してやる。入り口でエンリコ・マンチーニという兵士を探せ。クリッシー出身の純朴のやつなんだ。手助けをしてくれるはずだ。うちの兄貴曰く、石を見るときは金を見るようにだそうだ。よし、じゃあ行くか。ここでやることはとりあえずなんか話していくか。いろんなあの情報のために。ごめんなさい。私たちがカレストファンティあれ、ヘシシヘシさん、ちょっと君、最近の冒険者たちは肝が座っていていい。雑貨商人。なるほど。ちょっといらないもん売っちゃおうか。アメリゴのシューズ、これ売ろう。でね、あの最近ちょっとあのイベントがあるんですよ。なんかなんだ、何のイベントだったっけな、書いてない。まあ、あの、イベントアイテムなんだけど、私のランクではちょっとね、やれない。うん、まあ、難しすぎて。うん、なので、私これどうしてるかというと、これ店に売っちゃうの。うん、そうするとちょっとお金もらえるわけ。うん、アゼリアーナグローブ。アゼリアーナシューズ。売っちゃおうかな。売っちゃおう。アイテム取引所を利用すれば、より多くの利益を獲得できます。それでも販売します。あ、じゃあやめとこう。うん、競売みたいなところに、うん。まあ、出した方がお得ですよって言われましたね、今ね。よし、じゃあこれでいいか。アイデルを訪問するとは、私たちが喋れる人。この人、ベルマン。君はベリアから来たのか。お腹が空いたと言ってどこでも焚き火をつけると危ないよ。
肉の匂いがしてモンスターがわんさと押し寄せるんだよ。球児長みたいな人だろうね、きっとね。絶対いいやつだ。よし、行こう。はい、出るのよ。警備兵、エンリゴとの会話。つまり、ここを目指せば、うん。ハイデルに着くと。よし。行きましょう。もう、全部当たってくんだな。あ、あれだよ、ほら。近いじゃん、もう。皆さん、ここがハイデルでございます。馬もこれぐらいにしておきたいな。いいね。ちょっと馬を。あ、ここ厩舎ある。あ、じゃあ。じゃなかった。厩舎に止めとこう。それっぽいから。はい。よし。でだ、人参を与えたい。F8。人参をあげましょう、うん、そうすると、馬のスタミナが回復すると。うん、 OK だね。あとは、搭乗物の急速 F5、 常にリラックス。あ、パーキングってなったらもう止まってんだね。なるほど。搭乗物情報、あ、書いてあるよ。あの、ドリフト、スプリント。進行方向とシフトするとスプリントっていうスキルが発動。ただ、普通よりも速く走れんだろうね。で、ドリフト。走り中に、左または右プラス下。なるほど。だ、斜め左下。斜め右下をすると、ね、その方向を向いてドリフトすると、まあ、いうことでしょうね。残り期間無制限。あ、びっくりした。もしかして時間決まってんのかみたいな。これね、7世代レベル3。よし、行きましょうか。エンリコマンチーニ、アイデルにようこそ。ジャンマカスさんがですか。はははは。あの融通の効かない人が、あの融通の効かない方が人を紹介するなんて。戦争には負けましたが、ハイデル人という誇りを忘れません。戦争に負けたの。そんなことも知らない。農民たちが反乱を起こしたが、それでも足りずに盗賊団まで結成した。ハイデルはそうでもないと思いますが、私の村が心配です。なるほど。ハイデル商人連合、うん、ハイデルで早く落ち着くためにはローレン家の依頼を受けた方がいいでしょう。あ、ローレン家はハイデル商人連合の中核を成しています。最近その勢いは昔ほどではありませんが、この頃はカルフェオンから来たシアン商団とのことで、ボニー・ローレン商団長がかなり心配していると聞きました。なるほど。彼の深刻な悩みを解決してくれることができるなら、黄金と名誉が与えられます。どうですか？形式的な手続きですが、身元確認にご協力願います。黄金名誉も欲しい。依頼を受けたんだ、うん。よし。その人に会いに行くのかな？ボニー・ローレンとの会話。どこだろう？あ、今、切っちゃったのか。いやー、すごいでしょ、人の数。ちょっとやっぱ街だね、完全に。すごいすごい。ちょっと歩いていきたい。い
いや、にぎやかだね。すごい馬車に引かれたけど、今。ここが取引所だ。ちょっとさっきのアイテムちょっと売ってみようか、思って。あ、なんかかっこいい。うわ、すごいなんか、魔族な感じがする。承認組合長が許可した正式取引ですので、信じてお任せください。かわいらしい。取引所を利用するつもりでしょうか。慎重にしてくださいね。自分のお金は大事ですから。総合取引所。だね。今の売れ筋なのかな、これが。で、取引用倉庫に、これらを放り込むと。うん。売りたいものはここから出しますよと。で、販売するを選んで、アズリアーナヘルム。うん。販売希望価格。最近の価格なのかな、これ売れた。あ、この17,100ゴールドが、うん、ここのまあ通貨知らないんだけど、うん、あ、でもそれでもあれか、販売待機1件ってことはこの値段でも売られてますと。18,500でも48件、17,100で売られてると。まあね、あんまりね、価格を破壊するというのも良くないんで、このまま17,100で、これでも店売りでもこんな感じじゃなかった？まあいいか。うん。え？プレミアル、プレミアムパッケージバフ、適用時は 30% 追加獲得できます。そんなことあんだ。まあいいでしょう。こんな感じで全部売っちゃいましょうか。1万7000円で売ってるね。ちょっと価格でも変えられないのか、これ。マックス。あ、これは変えられないな。まあ、どんどん売っちゃおう。これ、エンターがどこに設定されたのか、やっと思い出した、俺。十字ボタン下ね。いいじゃないですか。これででも大事なものまで売らないようにし。ん？すでに予約済みのため？あ、一個しか同じ種類売れないの？あ、こんな感じだ。バレスのネックレス。ギリアのリンク。ベゼウスのベルト。こんなとこですかね。ちょっとこれも売っちゃおうか。何使うか分かんないけど。ダメだね。同じやつはダメ。うん。みたい。よし、こんな感じです。うん。で、こんな感じでね、まあ、逆に購入することも可能です。うん。今、取引用の倉庫に、ゴールドが、一重百千万十万、うん、10万と9,075ゴールド。あ、じゃあシルバーだ。シルバー入ってると、うん、まあ、この分ここで買い物できますよと、うん、いう感じだね。まあ、購入する、武器を購入するんであればこんな感じね。私はレンジャーなんで。まあこんな感じで、まあ高いやつは高いんだろうね。クザカロングボー高いんだろうね、きっとね。ご覧の通りです。こんな中で買ったのがこれね、うん、ロサルロングボー。でもこんな感じですね。すごいのあるな。オピンテトの光ロングボー。オピンテト、かわいらしい、なんか前か。オピンテトね。とまあこんな感じですね。このゲームの、うん、魔物の販売はあるじゃない。クエストどんどん受けていっちゃおうか。
ドーラさん。宝石は駆け引きできないものです。私は目の肥えたお客様だけ相手にします。宝石の値段交渉はしません。着用している武器や防具を宝石で鍛錬してみませんか？あ、してみましたか？してみたよ。そういう風に鍛錬した宝石は鍛冶屋を通じて再び抽出できるのは良いことですよね。取り出す前に宝石が壊れちゃったら残念なことなんですけれども。では幸運を祈ります。なるほど。私が取り扱う宝石は全部それほどの価値があります。なるほど。歩く時間が多いのなら体を軽くする宝石を使用してください。あ、そんなことがあるの。シアン同盟の証券書枠。セレンディアにカルフェアンの人間が増えたのは必ずしも悪いことではないと思います。商売相手としてはなかなか良いお客様です。イソベルもそのうちの一人ですし、彼女が注文した宝石はとても高価なものですから、まさかイソベルを知らないわけないですよね。カルフェアンの両替商の娘だからこの付近では有名です。彼女に宝石の採掘が終わったと伝えてくれませんか？幸運を上げてくれる宝石もあるんですよ。なるほど、うん、彼女に会ういいきっかけになったね。え、浮いてる、うちのですよ。ダメだ。どうしたどうした、よこすちょっとね、ちょっとおかしいおかしい。バチャが乗っかってバチャがまず乗っかってるよ。面白いことになってるな。ちょいちょい浮いてる人いるな。この辺りの人とも多分あれだね、会話して情報を得た方がいいんだろうね、きっとね。この中だね。イゾベル・エンカロジャー。アイデルにとっては総称では有益なのに。アラビジンさんですよ。分からないのか。ありがとう。注文した宝石は私が取りに行きましょう。ハイデルにとっても試案証。ハイデルは約束を守らないのです。嘘つきで。あなたはどうですか？なんだなんだ、バレノスオクジラが狩猟されました。ハイデルにとってもスズラン旅館訪問。なのにボニー・ローレンとはお知り合いですか？ならばグレース・ローレンから連絡はありませんか？ボニー・ローレンが我が商団から借りたお金を代わりに、我が商団から借りたお金を代わりに返却することになっていたのですが、気が変わったようです。こうやって待っていることを解決する問題ではないのに。もし余裕がありましたらスズラン旅館にも寄ってくださいますか？なるほどね、代わりにお金を取ってきてと頼まれた感じですね。すごいな。ボビオス。イソベルが有頂天になっていられるのもかっこいい鎧だね、これね。あ、ここにもクエスト受けれる。カルフェオンの特別な休憩所、黄金引き返る旅館にようこそ。ここ黄金引き返る旅館っていうんだね。なるほど。黄金引き返る旅館へようこそ。ハイデルだけどカルフェアンのサービスを感じられますよ。なるほど。ポジティブなら、冒険者ならポーションの用意は万全にしないと。この旅館の前にいるララを見ましたか？どこから見てもララは本当に元気な子です。戦争孤児として育ったのになぜあんなに明るく過ごすことができるんだろう。仕事でも文句一つ言わないし、私の方が元気になるくらいです。お客様もとっても気に入るはずです。そのララを紹介してくれる。ここは我々の商団が運営している。あ、この子だ、ララちゃん。あ、ちっこい子。こんにちは、ララです。かわいい。ここにいらっしゃる人たちはみんな私を気の毒に思うのか、親のように優しく接してくれるんです。そんな風にしなくてもいいのに。本当にありがたい人たちです。ララはいつも元気でいられます。ん、何？ポーションを買う。あ、くれるんだ、ポーション。ありがとう。
話しかけただけなのに。見てください冒険者様。どうしたの？幸せなことがいっぱいありますよ。本当に？ポーションとあのマジか、マジかと言わないか、 MP 回復する薬ね、両方に避けてで何、一度見ていってください冒険者さん。念のために言っておきますが、ここでの収益は教会の個人に送らせてもらってます。いいね。ポーション納品。冒険者様は力が強そうですね。また優しそうで親切そうに見えます。実は届けなくてはならない品物があるのですが、重すぎて困っていたところなのです。なるほどね、ララちゃんちっちゃいからね。冒険者様にぴったりだと思います。私の後ろにあるポーションの箱を代わりにシウタ様に届けてほしいのです。なるほど、シウタ様に届けばいいな。私は冒険者様を見るだけで非常に興奮する。なるほど、冒険者になりたいのかな。ちょっとポーション買ってあげようか。ポーション中持ってないはずだから、これを複数購入10個、うん、はい。重いな、浮いちゃったよし、じゃあ行こうか。どれを持つんだ箱。あ、これか、これを。あ、シャイちゃんに話しかけちゃった。うちのお姉ちゃん商売上手でしょ、今日の商売うまくいったらお肉買ってくれるって。なるほど、これでいいんだね、どれでもいいんだね。サザエでいっぱいな、布袋だ。サザエでいっぱいだ、さ、違うな。どう取るんだろう。ポーション箱、あ、これだ。はいはい、これを担いでいけばいいの、あの矢印の方に担いでいけばいいんだね。重量が 100% 超えると移動と攻撃速度が低下します。なるほど、だから荷物いっぱい持ちすぎは良くないんだね、うん、あ、私と同じあのギルドに所属してる方ですね。あの同じギルドの方だけ名前表示させるようにしてあります。あ、ここだ、シウタさん置けばいいのかな、置けばいいんだな、きっと。はい、私を訪ねてきたということは金の匂いを嗅ぎ分けることができるようだわね。そういうわけじゃないです。馬車が来ないので忙しくないですよ。それで要件は、これがララのポーションです。あ、注文したものですね。商人なら売り買いを楽しむべきよ。なるほど、それで、あ、要件は、ララちゃんの顔が見たくて注文したんだね、ごめんなさいうん、ララの顔を見ようと思ったんだけど、私があまりにも無理な注文したのでしょうかね。まあ小さな社員のお嬢ちゃんには無理だったのかもね。次から分量を分けて注文すると伝えておいてください。なるほど、もしくは君がララに雇われて働いてくれるというのも良さそうですね、うん、遠くから持ってきたものほど価値が高くなるわ。なるほど、でボニーと話せばいいんだな。次はこのこっちか。あれ、やっぱりあれなのかな、馬と共有なのかな。あ、場所が来る、すごい場所が来る。もう人が多すぎて全然把握できない。馬車めっちゃ通るな。それでここにめっちゃ人いるね。ルティアーのギルド管理、すごい馬の数すごい馬の数、さすがに重いでしょここは。
あ、そうか、ここにね、倉庫があるんですよ。ちょっとここに人だかりがいない。なんだこの人。カルフェオンに落ち人カルクが出現しました。斧で殴り合ってる。持ち物が多いのなら俺に預けてくれ。アメリゴさん。もちろん可能な範囲でな。うん、これもともとここに預けている分だ。プレミアムパッケージあるぞ。もらってこう。でね、置いていくもんをどうしようかな。あ、その前に両替できるな。両替。ほい。ほい。うん。で、そうか。これを売りたいんだけどな、この釣りでね、釣った魚たちを売りたいんだけど、どこでこれ売るのか全然わかんなくて。サバ、海うなぎ、イカナゴ。あれ？こんなに買った俺。中ポーション。100個になってんだけど。10個買ったはずなんだけど。100個になってたな。間違えちゃったかな。そうだそうだ、このポーションを入れとかなきゃ。でこれで、ニオスとね、飲むと。でどこだっけ。あ、そっかそっか、この中の。あれ、あ、ボニー・ローレンここにいるじゃん。ハイデルにとってもカルフェオン、いまいましいやつ。だ、そう分からないのか。誰ですか。カルフェオン、今日を手伝うことにためらう必要はないです。私の忠誠心を侍従長に変わってもらえ、分かってもらえればそれでいい。リンチ農場の状況。ヘンリコ・マンチーニ、あの泥のついた田舎者が。まあいい、今は猫の手も借りたい状況なんだから。見てる通り商談の資金上事情が良くない、元の日程通りなら解決されたはずなのに。臨時農場に何があったの、何かあったに違いない。めっちゃ言うみんな。いつも信じていたやつなのに俺を困らせるんだな。俺に仕事を求めているならこのことを先に解決してくれ。ありふれた借金の返済の催促だと思わないでくれ。大事なことだからな。あ、たとえ初対面で格好悪いところを見せたとしても、俺はハイデルの商業を統括している人間なんだ。このことをうまく解決してくれたら取引を許可するぞ。十分な報酬になると思うが、やるか。うちのギャルよ。これを解決するのが先なんだな。なるほど。ハイデルにとっても。で、グレースにはまず会いとくか。おお、いやー、やっぱ首都だね。すごい人の数。すごい馬だな。こんなかっぽい。かわいらしい人だ。プレイヤーさんだね、これ。これあれだ。バルキリーだ。この人はダークナイト。入ってきちゃってるけど。力すらなかったやつなの。この人かっこいいなぁ。槍持ってるね。そこにあの週末の月っていうのいるでしょ。あれがね、あのイベントのやつ、うん、その月をもらってたんだけども、
まあ残念ながら私のレベルでは多分十分にやれないと。ここ置いと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 いた。グレース・ローレン、ハイデル商人組合長のグレースです。あら美人ですよ。お目にかかれて嬉しいです。ありがとう、こちらも嬉しいですよ。思案商団にイソベルが、もう直接動くことにしたんですか。騒がしいけど挨拶はしないといけませんね。なるほど。お会いできて嬉しいです。スズラン旅館は気に入りましたか。ここでゆっくり休んでください。ハイデルの政治理解。私が彼と親戚だからってボニーが借りたお金を堂々と私に要求するのですね。カルフィアンではそんなやり方が通用するのかどうか分かりませんが、ここでは通用しません。ここはハイデルですから。ここではカルフィアンの人間がどう思われているのか、どう思われているか、それかどうかイソベルにも気づいてほしいものです。あんまりよく思われてないってこと。スズラ、疲れた心を癒してくれる花です。なるほどね。これは終わった。でグレースはあれだね、この旅館はプレゼントあげる。絶対にカルフェヨンには渡しません。もう親密とか309あるけど、なんかあげてみようか。一回ブラッディルビー、ベグの輝くヘルム、古代石の結晶破片、クジラ筋のエリクサー、オオクジラの油、なんかでもこのあの黄色く輝いてるやつしかあげれないよね。銀の鍵、ちょっとこの辺りやってあげようか。ブラックストーン武器、あんまり喜んでくれない。ちょろっと上がったけど。こっちは、まあ同じくらいだな。銀の鍵あげてみようか。で7しか上がんなかった。人参1個、人参に関しては1。これはもうあんまり期待できないな。うん、終わろう。グレーズさすがに気高い女の人でした。物じゃないかない。そんな大したものじゃないけど。浮いてるなー。で、これは、あ、イソベルと話せばいいんだね、これはね。すごいプレイヤーさんだね、あれ。馬車がえらいことになってる。これもしかしたらあれなのかな、アカウント共通なのかな、家とかが。もしかしたら、じゃあ、ハイデルに私、家があるかもしれない。そう言ってみようか、後で。あ、ここだね。ここで、イソベルと話すと。市販商談は有益なのに、そんな分からないのか。今になってみれば、あそこに座っているだけのボニー・ローレンさんのプライドは、グレースさんにそっくりですね。そう、いつまで耐えられるか見届けましょう。きっと長くないと思いますが。なんか、あんまり、仲良くはないだろうね。イソベル、グレース。さてじゃあ一回、あ、キツネの子いる。ここに。ああ、馬車。どっちだったかな。違う。あー、見てください皆さん、ここが広場だね。なんかここ座れなかったっけ。お前を舞踏会の主人公にさせてあげる。なんか座れないのかな。
ちゃイチャしてる。めっちゃイチャイチャしてる。お前が誘ってるじゃないか。なんかないかな。武器じゃない。明日プレゼントでドレスを送る。違う。違う。違う違う。なんかないかな。あ、勝手に座った。で、何？観戦モード。R ボタン。で、何？あ、こんなことできるんだ、すごい。開催される舞踏会に俺と一緒に行かないか。これ移動できないのかな？移動できるカメラ。前に進むのは、前に進むのは。前方に。あ、これだ、これだ。すごい。ヒーターだからカメラとかって写真撮れる。おー、いい、なるほど。これを一枚撮りたいね。舞踏会の主人公にさせてあげる。撮れた。動画はちゃんと繋がってるね。よし。これ毎回ね、写真撮ったらね、動画が止まっちゃうみたいな、録画が止まっちゃうみたいなことがあったんで、ちょっと確認させていただきました。なるほど、こんなことがあるんですか。看板作成って何？お前が誘ってるじゃないか。 F5 で看板作成。ああ、なるほど。こんな目的でここで待ってますよみたいなことできるのかな、これで。へえ、すごいね。終わるのどうすんだ、これ。あ、これか。いやー、凝ってます。明日プレゼントでドレスを送る。あ、ちょっとエレンちゃん邪魔してるよ、完全に。それはそれはちょっと悪意あるわ。に開催される。なるほどね。こっちじゃないな、道。なのここあ、だ、あるだ、これだ。ちゃんと自分の部屋になってる。いやー、よかった。これアカウント共通なんだね。ここが皆さん私の邸宅でございます。結構なお金かかったね、ここ。いいね。これペットがね、ここにずっといるの。なんで階段にずっと。まあ、家具とか全然置いてないよね。申し訳ないけども。これ扉開ける、開けれます。換気しよう。久しぶりに来たから、カビ臭くなってる多分。で、ここだけじゃなくて、ここ居住区として借りてるから、ここじゃなく、あ、ちょっと待って。あ、これ倉庫、保管箱調べちゃうな。これなんだっけ。これただのなんか物置。こっち側にも確かね、これ借りてる。うん。これ倉庫用に借りてんだね。あれ、自分のない。ランキングってな。あ、倉庫で借りてるから中入れないんだ、そうだ。そういうところ入れません。ここも。で、ここ工房、家具工房。あそこでね、確か家具を作るのかな。うん、で、ここで衣類を生成できると。
ていうために借りた。だここ一帯が、行ってみたら私の家です。ここね。入れないんだっけ。歩きをし訪問してください。いや、訪問はあれだな。他の人のだな。と、まあ、こんな感じでして、家の中に取れたようか。今日はね、ここで終わりにいたしましょう。ね。次回この続き。ですから、リンチ牧場に行って、農場か。リンチ農場に行って、まあ、起こっている問題の解決に、エレン・ウェンが、関わっていくという感じになるでしょうね。というわけで、じゃあ今日はここまで。長時間のご視聴ありがとうございました。ね、次回の放送もよろしければご視聴の方、お願いいたします。というわけで。いやーね、やってて楽しいです。黒い砂漠。うん、まあ、他の動画とね、まあ、同じくらいの、まあ、更新になると思うんだけど、うん、まあ、動画の編集とかもあるからね、他のゲーム、うん。なかなか毎日って感じにはならないと思うんですけども、よろしければね、まあ、長期的に、まあ、続けていくつもりなので、うん、よろしければ継続的なご視聴の方、お願いいたします。というわけで、お疲れ様でした。ごきげんよう、さよなら。お疲れ様です。you